ピースコントロールされた時の絶対にやってはいけない行動を教えます。こんにちは、アキラです。ということで今回の動画はピースコントロールをされた時にこれやってしまうと間違いなくやられてしまうっていう最悪な行動を一つ紹介していきたいと思います。この動画を最後まで見ないとピースコントロールをされた時にやってはいけない行動をいつの間にかやってしまい、モッサにボコボコにされてしまいます。ピースコントロールしてくるモッサを逆に返り討ちにしてやりたい人はこの動画を絶対に最後まで見ていってください。そして普段僕のチャンネルではフォートナイト中級者の方向けに上達動画をたくさん上げてます。こういった情報をもっと撮っていきたい方はチャンネル登録と通知音お願いします。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートはアキラ285でお願いします。みんな効果早いね。何この武器、わけわかんな、なんだったっけこれ。あー夏、遠距離ショットガンじゃん。遠距離ショットガンっていうかね、割と遠くまで融通が効くショットガンじゃない。夏これ帰ってきたんだ。知らなかった。しれっとなんか帰ってきとんね。今どうしよう、使ってみたいな。ちょっと初動だけでも使ってみっか。せっかくなんかね、帰ってきてくれたんなら、使いたいよね。うい、強い。おー、強い。いい距離感。まあ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 、全然サンダーでいいわ。よいしょ。おお、詰めてくるね結構。よいしょっと。ハンマー持ってんのいいね。俺欲しいわそのハンマー。倒して奪っちゃうか。オッケー。どうなんだろう、金だったらヘビーの方が持った方がいいんかな、わかんねえ。とりあえず持ってみっか。なんかいてはります。ジャック、いやー絶妙に当たんない、難しいね。おお、強いのかな、強いんだろうね多分。どうなんだろう、俺はあんまりヘビーショットガンとかそんなに使ってきた経験がないからあれなんだけど、強いんかな。強いよねさすがに。俺本当にフォートナイト解説系実況者なんかな、ヘビーショットガン強いのかなとか言ってんだけど大丈夫か俺。でもサンダーの方がさ、結局100？ あれ当たんなかった。レティクルがやっぱさすがにあれなんかな。回線強いね。え？あぶね。なんか微妙にちょっと癖が強いというかさ、使
いづらい、使いにくい感があるな。あぶねえ。打ち出しがちょっと遅いのかな。サンダーでいいわ、それなら。え、でもダメージ170ぐらい出てなかった。一発がでかいんかな。いや俺全然知らんやこのゲームの仕組み。よし、じゃあ実際ね、ピースコントロールをされた時に絶対にやってはいけない最悪な行動をね、話していこうと思うんですけれども、一応今回話していく最悪な行動っていうのは2つありますので、この2つだけはね絶対にやらないようにしてください。で、早速一つ目からね話していくんだけど、まあ一つ目はね、武器以外のものを持つというお話になってます。まあこれどういうことかっていうと、まあピースコントロールってね、まあ例えばまあこんな感じに壁一枚を挟んでこう屋根かけられてこんな風に囲まれるっていうことだったりするんだけど、自分が実際にこういう風に、あ、フルボックスされてしまったってなった時に、ツルハシとかこういった感じの建築モードとかを持ってたら、敵に開けられた時にね、ただただね撃たれてしまうんですよね。もうこれだとね、ほんとボコボコにされてしまって、もう何もねなすすべなく終わってしまうので、まあ、これだけはマジでね絶対にやめといてほしいなというふうには思ってます。で、次二つ目のね、やっちゃいけない行動を話していくんだけど、二つ目はね、敵の方向を見ないっていうお話になってます。まあこれさっきの話とめちゃくちゃ関連する話にはなってるんですけど、まあ例えば自分がこういう風にピースコントロールされてフルボックスされてしまいましたと。で、敵さんがこっから撃ってくるとします。ね。で、こういった時に、例えば敵の方向見てない、こういう横とかを向いてたら、結局反撃できずに終わってしまうんですよね。せっかく例えばさ、武器とかをこういう風に持ってたとしても、もう敵がこっちに立ってるに対してこんな風に向いてたら反撃ってできないじゃないですか。それもね絶対にやめてほしいなとは思います。はいしょー。じゃあ実際にピースコントロールされた時にやってはいけないことは分かりましたと。じゃあ具体的にどういう風にすればね、ピースコントロールされた時にモサをフルボッコにできるのかっていうのを話していこうとは思うんだけど、まあこれ正直答えは出てるよね。もうそのまんまのね、回答にはなってくるんだけど、まさにピースコントロールされた時っていうのは敵の方向を向いて武器を構えておくってことをやっていただけたらと思います。はい。まあ、敵さんにこういう風にピースコントロールされてしまいましたと。で、こうなった時って結局なすすべないじゃないですか。横に逃げようとしても壁取られてるし、上に逃げようとしても、床とか取られてたり屋根取られてたりするし、下に逃げようとしても屋根が取られてたりすると思うんで、もうこういう状況って武器を構えて敵が開けてくるところに対してエイムを合わせるっていうことであったり、サブマシンガンとかの武器を構えてこういう風に横からね脱出するっていうことをしてあげないと、フルボッコにされてしまうんですよね。なので、まあ、ピースコントロールされた時の対処法としては2つ。ピースコントロールされました、敵が編集して開けてくるところに対してこっちもショットガンを構えておく、もしくは例えばこのパターンとかで言うと横が脆そうなのでサブマシンガンとか持ち帰ってこういう風に横に逃げていく、こういうことをねしてあげれば、ピースコントロールされた後の生存率も上がってきますので、こういったことをねぜひ意識してほしいなとは思ってます。やばい、ちょっと資材ないぞ。せーの。
それ持ってたんか。せい。オッケー。ちょっと微妙な感じの勝ち方だったけど、まあオッケーかな。うん。ということで、この動画が面白かったためになったという方は、チャンネル登録と高評価、コメント、通知音お願いします。